日本製鉄顧問、元日鉄日清成功代表取締役、社長最高経営責任者。元日本鉄鋼協会副会長、茨城県出身。1978年東北大学大学院、工学研究科修了、住友金属工業入社。2005年住友金属工業鹿島製鉄所、副所長。 2007年住友金属工業常務執行役員。2011年住友金属工業専務執行役員。2012年住友金属工業取締役専務執行役員に昇格。同年新日鉄住金常務取締役。2014年新日鉄住金代表取締役、副社長、日本鉄工協会副会長。 2016年新日鉄住金取締役兼日清成功取締役副社長2017年から日清成功代表取締役社長 CEO を務め新日鉄住金の完全子会社化にあたり相乗効果創出などを進めたまた2020年には日鉄日新成功暮れ製鉄所の全面閉鎖発表に合わせ 新原義明呉市長や湯崎彦広島県知事と面会するなどした。2020年4月日本製鉄顧問。新社長、日清成功、柳川金谷市産期ビーズ -2017-03-07、日清成功の社長に、柳川金谷副社長ウェブ産業新聞 -2017-03-06、2017 03 役員の状況2018年3月期2017年4月1日から2018年3月31日有価、証券報告書日清成功2014年5月9日、会長、副会長、専務理事就任の、お知らせ、日本鉄鋼協会、日清成功社長に、新日鉄住金出身の柳川市日本経済、新聞に、二千十七年三月七日十五時十四分、 新日鉄住金日新完全子会社化、ステンレス統合、会見用紙、シナジー効果は、年100億円ステンレスは、世界第9位に、ウェブ産業新聞マイナス2018、例5、16、新日鉄住金、日本製鉄に、社名変更来年4月から、産経ニュースマイナス2018、へ5、16くれ、製鉄所閉鎖、知事に、事前連絡なし、 簡単に理解できぬ朝日新聞デジタル2020年2月8日10時26分、人事、日本製鉄日本経済新聞小サイズに変更。ありがとうございます。